はい、どうもこんにちは、森本です。今回もアクティを見ていこうと思うんですけれども、本当レギュラーメンバーですね。このアクティ、エンジンが途中で止まってしまったということで、ちょっと原因を探っていきます。とりあえず現象確認していきましょうか。エンジンかけていきますね。エンジンかからないですね。ちょっとかかりそうな感じはあったんですけれども、アクセル煽ってみましょうかね。これで、なんかかかりそうでかからない感じですね。ちょっと僕気づいちゃったんですけれども、普通オンにすると燃料ポンプの動く音、なんかポコ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 みたいな音がするんですけれども、こいつ、してないですよね。これ、燃料ポンプ動いてないっぽいですよね。で、燃料ポンプなんですけれども、この燃料タンクの裏にあります。裏っていうか、この、フレームの部分で見えないんですけれども、このフレームの裏側にあります。ちょっとこのままでは見えないんですけれども、作動音ぐらいは聞くことができます。で、さっきでも分かったんですけれども、もう一度ですね、この位置でキーをオンにしますので、その作動音ですね、ポコ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 っていう音が聞こえるかどうか、ちょっと確認していきます。ちょっとですね、台風の影響で雨の音が大きいんですよね。なので今回の動画ちょっと聞き苦しいところあるかもしれませんが、そのあたりちょっとご了承願います。じゃあちょっとキーオンにしてみますね。じゃあキーオンにします。やっぱり聞こえないですよね。はい、というわけですので、燃料ポンプも動いていないということは確定ですので、今から何を点検していくかというと、燃料ポンプまで電源がきちんと来ているかどうか確認をしていきます。燃料ポンプまで電源が来ていたら、その先にある燃料ポンプがダメということになりますが、燃料ポンプに電源が来ていないとなってしまうと、それより上流側ですね、例えばヒューズが切れているとか、リレーはないか、リレーはあるかもしれないけれども、リレーが動いていないとか、そういった配線が切れているとか、そういった可能性が出てきますので、燃料ポンプに電源が来ているかどうか確認をしていきます。じゃあちょっと車の下へ潜っていきますね。よいしょ。はい、ですね、車ジャッキアップしなくても潜り込めばなんとか燃料ポンプ見ることができます。これですね、燃料ポンプはで、ここにカプラーが来ていますので、このカプラーをちょっと切り離ししまして、はい、取れましたね。これが燃料ポンプのカプラーになります。で、これは燃料ポンプ側ですので、こっち側の電圧ですね、測定していく必要があります。ここの端子の部分にテスターを当てて、でキーオンですね、キーオンの状態で12V ですよね、電気が来るかどうか確認をします。来ているんだったら、この先にある燃料ポンプがアウトということになります。じゃあちょっとテスターをセットしていきますね。はい、というわけでこんな感じでテスターのプローブをセットしたので、これでちょっと測定をしていきます。よし、これでテスターの数値が見れますね。じゃあキーオンにしてきます。はい、どうですか。キーオンにしたら 12V 来ていますよね。ということは燃料ポンプまでの電源は大丈夫ということですので、その先にある燃料ポンプがダメということがこれで分かりますね。さあ、というわけで今回は燃料ポンプの交換を行っていきます。で、燃料ポンプここにありますが、隣にちょっとこのケーブルが邪魔で見えにくいんですけれども、燃料フィルター、これですね、これがついています。で、この燃料フィルターも同時に交換します。この車ちょっと交換の履歴がうちではなかったので、汚れている可能性ありますよね。なんでついでに燃料ポンプもやるので、燃料フィルター、これも交換というわけですので、今回やる作業は燃料ポンプ、燃料フィルターの交換で作業を進めていきます。で、取り外しの手順なんですけれども、こういった燃料ホース系は取り外しして、で、燃料ポンプはボルトで固定されているだけなんですね。なので取り外しは簡単だと思います。で、燃料フィルターも比較的簡単です。ですけれども、ちょっと狭いというのがありますので、その難しいというのは、その YouTube の動画を撮影するのが難しいというのがありますね。作業関係ないんですけれども。なのでちょっと頑張って、カメラアングル、うまく撮れるかな、ちょっとわかんないんですけれども、作業の様子がわかるように、そのあたり注意して撮影して作業していきます。というわけで、燃料ポンプと燃料フィルターの取り外しができました。ちょっと場所が狭かったので、この作業手順ですね、細かく紹介することができなかったんですけれども、そんなに難しくないですよね。この燃料ポンプ自体はこれですね、ボルト2箇所、こことここで固定されているだけです。で、あとホースですね、燃料ホースがこことこことこことここですね、2箇所ですね、付けられているというだけです。で、燃料フィルターの方なんですけれども、これも取り外しは簡単ですね。ホース2箇所取り外しをして、で、固定自体はここちょっと分かりにくいんですけれども、返しがついてるんですね。で、相手側の、スポットはまる場所にですね、この返しがカチッとはまってフィルターを固定するという構造になっています。燃料ポンプは内部不良なんですけれども、ちょっと燃料フィルター中身見てみましょうか。この車ずっと交換していなかったんで、結構汚れていると思います。はい、ちょっとですね、燃料フィルターをノコギリでカットしてみたんですけれども、結構ね、中にゴミが入っていました。なんか虫とかも入ってるんですよね。こんな感じで、ちょっと見えにくいですかね、この黒いものとか、これは何かのゴミですね。こんな感じで結構汚れていたんで、交換して正解だったかなという感じですね。で、燃料ポンプの方も分解をして中身を見てみようと思ったんですけれども、このコアの部分がどうしても分解できなかったんですよね。これどうやったら分解できるんでしょうか。ちょっとややこしそうなんで、もうここまでにしておきます。ちょっと時間食うとちょっと面倒くさいので、また何か時間ある時にどっかの動画で紹介できたらなと思います。はい、ちょっと申し訳ないです。はい、それで、新品の部品が到着しました。これが新品の燃料ポンプです。これが値段がですね、16,000円ぐらいします。結構高いですね。これだけ結構ごつい部品になりますので仕方ないかなと思います。で、こちらが燃料フィルター。こちらは1,600円ぐらいですね。ただのフィルターですからね、そんなに高くないということになります。じゃあですね、取り外しと逆の手順でこの新品の部品取り付けしていきます。はい、というわけで、こんな感じで燃料ポンプと燃料フィルターの交換作業が完了しました。それじゃあですね、もう一度キーをオンにして、燃料ポンプが動くかどうか、あとエンジンがかかるかどうか確認をしていきます。じゃあちょっとキーをオンにしますね。その時に作動音がするかどうか、ちょっと皆さん注意して聞いてみてください。はい、聞こえましたでしょうか。ちょっと音はそんなに大きくないんですけれども、キーをオンにするとポコ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 みたいな感じで、燃料ポンプが作動している音が聞こえましたね。はい、これで大丈夫でしょう。さあ、じゃあ次はエンジンをかけていきます。まあこれエンジンかからないと何ともならないので、じゃあかけていきますね。これでかからなかったらちょっとやばいんですけれども、じゃあいきます。はい、というわけでエンジンかかりましたね。一安心です。これでもう大丈夫です。で、あとやることとしては、燃料漏れが起きていないか確認しておく必要があります。エンジンかけて、しばらく放置して、今回やった、パイプというか、ホースですね。ああいった部分の接続部分、燃料が漏れてこないか確認して、漏れてこなければそれで整備完了となります。はい、というわけで今回はアクティの燃料ポンプの交換の様子を紹介させていただきました。で、あれからエンジンかけて様子見ていたんですけれども、燃料漏れもなかったんでこれで大丈夫ですね。で、この燃料ポンプの交換時期、よく聞かれます。だいたい何キロで交換した方がいいんでしょうかと、走行中止まってしまったら怖いですというお話聞くんですけれども、何キロで交換してくださいっていう指標っていうものは特にないんですよね。なんか10万キロで交換してください、10年で交換してくださいっていう指標がないので、判断が非常に難しいです。で、今回はアクティなんですけれども、正直最近の車といいますか、もうちょっと新しい車、平成10年20年ぐらいの車になってくると、なかなか燃料ポンプって壊れる機会がないんですよ。なので余計に判断が難しいかなと思います。燃料フィルターはね、交換していいんですけれども、ポンプとなると、明確な、交換時期がないので難しいところではあります。この辺り皆さんどうやってるんでしょうか。このチャンネルは整備士の方も多く見られていると思いますので、この燃料ポンプの交換、定期交換ってやっていますかね。もしくはお客さんに頼まれたこととかございますでしょうか。はい。この辺りちょっと情報共有できたらなと思います。うちの場合は正直言って不具合が起きてから交換するという形になりますね。今回もそうですよね。今回もエンジンが止まってしまったから交換するという形を取らせていただいております。そういった整備工場が多いと思います。なので難しいですよね。こう出先で止まらないように予防整備をするのか。出先で何かあった時、そのためのロードサービスを使うのかとかね、この辺りどういうふうに判断するか、お客さんとか、整備工場によると思いますので、その辺り情報共有できたらなと思います。はい、というわけで今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。